短いですが、すいません、東海今から岡山だよ。ありがとうございます。明日サッツは2日連続で、はい、久しぶりに現地で東海させていただきます。嬉しいです。はい、強いとかも、はい、できたり、強いからワクワクしながらさせていただいております。でもね、やっぱ参加できる皆さんもいらっしゃると思うので、たくさん写真とか動画もいっぱい、なんかいい感じ撮れるようにはい、それもそういうのもたくさん頑張ります。頑張る、うん前髪、あ、本当ですか確かにミオさんみたいな、確かになんかこういう感じ、なんか髪型がそんな感じですよね。あ、そうです、今日のこそ、今日のコンサートではソジュリナさんに歌もね、指導していただけてそうなんで、なかなかその歌とかは今まではあんまりなかったんですけど、すごくありがたい経験でしたなかなか難しくて、はい、難しかったんですけど、でもすごい勉強になって、はい、本番もこここうしようとか、いろいろもっとこういう感じで歌えるようになりたいなとか、いろいろ思いました。はい、今日は幼い、今日は幼い日です3歳ですね、3歳幼いと大人の寒暖すごい、うん、そうです、今日の友達は、お仲間さんは、はい、久しぶりにくまのんです。福岡から、おー、ありがとうございます。忙しい時も嬉しいです。コンサート1曲目は言えないですねはい、楽しみにしててくださると、予想してみてください。はい、チキンステーキ、うーん、おー、あ、私もチキン、あ、チキンステーキかな、え、って言ってた、あ、チキンステーキですね、はい、美味しかったです。なんかガーリックみたいな味で、はい、練習してお腹空いてたのではい、美味しかったです。ダンス練習いっぱいしました。お、そうですね、一緒だそうですね、明日、あさっては幕張メッセさんで現地東海させていただきますはい、一緒にやる予定、うん、ありがとうございます。メカお弁当しそうです。あ、メールで送らせていただいたそう、今日はケータリングをいただいて、お弁当いただきました。今日長かったので、あ、僕らの方向を向いて過ごします。あー、思いも嬉しい。はい、 SNS の写真とか待っていてくださると嬉しいです。お願いします。お部屋は今そうなんですよ、コーナーとかがあるので、一人部屋だと思います。うん、そうなんです、夢に出てきましたか。お、嬉しい今夜もぜひ来れるように。ふにゃんちの玄関すごいね。あ、メールで送らせていただいた、そう、玄関にも、そう、ここにも飾ってくれたんですけど、前、成人式の前撮り写真を、あ、違う写真なんですけど、この違うカットなんですけど、はい、大阪実家の玄関にも飾ってくれて、そうなんです、いっぱい飾ってくれて嬉しいですねはい、花粉症なんですかね、鼻炎で、そう、鼻水がちょっと出てちゃったりするんですけど、うーん、今年はそう、あんまり感じないんですよね、なんか、うん、3月27日ゆずりの生誕公演当たったよ、あ、ありがとうございます。私も出させていただきますね、あ、ありがとうございます。いただき
の生誕祭もね、マリンちゃんについてイズリンとまた、はい、やらせて、また出演させていただけるので、思いっきり盛り上げたいと思います。頑張って。はい。あ、確かに涙の湘南みたいな。スタンドマイク用意しなきゃですね。確かに。かわいい。え、ありがとうございます。嬉しい。お、いいな。最近は食べれてないですね。かわいい。あ、ありがとう。こんばんは。フライドチキン。お、そう、もりもりお弁当ですね。送らせていただいた。そう、寂しいですね。うん、寂しいんですよ。そもそもお母さんがいてくれるので、明日は、ちょっと寂しいですが。では、ショールームさんで、そう、またお会いできるの。お、そこを楽しみに頑張ります。あ、そう、明日の配信は現地で東海で来させていただいている格好で配信させていただこうと思っております。はい、そうなんです。細くなったように思いました。それで若返ったと思って、はい、嬉しい。ありがとうございます。うん、明日いただきません、応援してます、ありがとうございます、嬉しい。あ、ね、今日はサナさんのお誕生日ですね、おめでとうございます。ね、またお会いさせていただきたいです。あ、ちょっとくしゃみが出そう。薬飲んだんですけど嫌ですね、すいません。夢で怒られました。なんか申し訳ない、すいません、こちらこそ。なんか大丈夫ですか。お、なんて、何がたくさん飛んでる、なんだろう、おー、なんていう感じか、だからすいません。感謝を自分で認めなきゃ、大丈夫ですか。焼肉、おー、最高ですね。焼きそばも、おー、すごい、いろいろ、レバニバ、うん、みえのさんですね、みえのさん、名前、あ、読み方、大丈夫。あ、ねー、すごいですよね、教えていただいた、はい、宮野さんの絵を見させてもらったんですけど、すごかったです。なんかもうレベルが高すぎて、肌のなんか質感とかも、とか、ってびっくりですね。油絵やったことないですね。メガイちゃんやったことあるって言ってましたね。ちょっと教えてもらいたいです。はい、いろんなこの油絵とか水彩画とか、そういろいろ挑戦してみたいですね。うん、そう、ママには虫についてきてほしいですね。本当、それも私なので、そう、さすがに一人で。はい、うん、生誕 T シャツもありがとうございます。わー、嬉しい、ごめんなさい、ちょっとね、今日本当にすいません、なんか出てきちゃう。うん、明日写真待ってます。うん、ありがとうございます。夢で送れるの羨ましいですか。嬉しい。あ、コウさん、うん、コウさんって言うんですね。コウさん、あ、聞いたことあるな。コウさん、黄色の砂、あ、黄色い砂ですか。あ、へえ、もうアレルギー出たりする。そうなんですね。へえ、あんまり感じてなかったです。そうなんです。とんかつ元気でそうですね。おはぎ、うん。ちぎり合いも、あー、学校の授業
以来ですかね、全然やってない。あ、今から、あ、よろしくお願いします、ありがとうございます。いや、お疲れ様、お疲れにゃー、ありがとうございます。よし、こんばんは。今日ちょっとひどいですね、嫌ですね、すいません。ブログ、あ、公式さんかな、みぶろさんかな、あ、ありがとうございます。水の表現は、あ、本当ですか。でもなんか透明の色鉛筆で描く表現はまだ、はい、なんか分かってきたかなと思うんですけど、まだまだ難しいですね。こんばんは。あ、そうなんですね。ほうほう、疲れが吹っ飛びました。あ、よかった、嬉しい、ありがとうございます。あ、お久しぶりの方もありがとうございます、癒されます。おー、嬉しい。深井ちゃんは、あ、そうですね、そう、ちょっとまだね、いろんな違うことも紹介させていただいてた目黒さんで、なかなかちょっとまだ完成までいけないんですけれども、はい、どうなったかちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。はい、どうか楽しんでにゃん、ありがとうございます、楽しみます、嬉しい。前髪は、あ、公演出させていただいて、この前、はい、先日、その前に切った以来ですね。でも今日多分巻きすぎました、前髪を。だからすごい短いです。この前の公演の時も短かったですね。なんか踊ってると、そしてなんかどんどん上がってくるんですよ、なんか。はい、前髪がすごい短いことになってました。いや、ちょっと嬉しい手紙が届いたにゃん。なんだろう。私、握手した時から変わりません。嬉しい。そうですね、明日はそういうとこあるよねの振り替えの延期になってしまった、そう、振り替えの分の現地で投稿させていただいて、で、明後日が小池フラグの現地で投稿をさせていただきます。はい、そうなんです。あと、ふやはちゃん難しい、元気にしてますかね、変かな。はい、じゃあおめでとう、会いたいですね、久しぶりに。どうだろう、楽しみ。ありがとうございます。あと、そうなんですよ、そう、先日の公演でまたプレゼントいただけたんですけれども、19歳お誕生日おめでとうのお祝い の、 横断幕もいただけたので、ちょっとせっかくなのでお見せさせていただこうかなと思っております。587日連続ありがとうございます。やっていくね、あ、ありがとうございます。制作お姉さんの句、あ、楽しみにしていただけて嬉しい。あ、よかったです、お遊び来てよ、ありがとうございます。睡眠、あ、大丈夫ですよ、ありがとうございます。やっぱ睡眠大事ですよね。あ、よかったですね、昨日はそう、連続配信がもしかしてテロップが出なかったので不安でしたが、よかったです。あ、ありがとうございます。ちゃんとね、反映してくれてましたね、よかったです。587日、おー、もう少しで600日です。だからもよろしくお願いします。コンサートも楽しみしてるよ。嬉しい。4月10日と4月11日のゆりなさんとちゅいさんのコンサートありがとうございます。はい、もうコンサートリハーサル、みんな
そう励んでおります。はい、もっともっとね頑張って練習してちょっと極めて、はい、楽しんでいただけるように頑張ります。あ、そうです、ちょっとね話があれになってしまったんですけど、そうせっかくなので素敵な横断幕作っていただけたので、はい、19歳最後の日にですね、初お披露目してくださったんですけど、はい、そうなんですよ、横断幕いただけたので、はい、応援させていただきます。こちらでございます。ちょっと待ってくださいね。見えるかな、こちらですね、見えるかな、こちらです、じゃーん、ゆこにゃん19歳のお誕生日。ん、見えない、あれ見えないよ、誕生日おめでとうございます。しかもシャチホコちゃんと、はい、めちゃ可愛いシャチホコ入れてくれてます。じゃーん、可愛い、左右両方とも入れてくれてるんですよ。可愛い、カラフルで可愛くないですか。ありがとうございます、嬉しい。横にゃんカラーもね生えてて、パステルカラーなんですかね、色合いがカラフルで可愛いです。ありがとうございます、嬉しい。大切に、そうですね、ちょっとどこまだどこに飾らせていただくかちょっと考え中なんですけれども、はい。大切に飾らせていただきます。ベランダに、お家がバレちゃいますね。確かに、でも太陽なんかね、ずっと日に当たってると色あせちゃいそうですね。ちょっといろいろ考えて飾らせていただきます。ありがとうございます。天井、あ、天井もいいですね、確かに確かに、天井のとこ、こう寝てるベッドの天井とかこう 見上げたらあるって素敵ですね、確かに。ありがとうございます、嬉しいです。嬉しいです。あ、19歳お前のお前に作ってくださった横断幕でございます。生地がなんかツルツルしてますね、なんか洗いやすそうな。はい、とても頑丈な生地です。ありがとうございます。はい、では今日もオートタイムさせていただきたいと思います。じゃあちょっとイヤホンさせていただきますね。ちょっと今日はそうなんですよ、ちょっとリハーサルも結構あったりして、ちょっと練習がそうあんまできなかったので歌の。はい、なのでちょっとリクエスト曲じゃなくてちょっと歌える曲にさせていただくんですが、よろしくお願いいたします。はい、でも久しぶりに歌わせていただく曲ですね。声がやっぱ低いですね、この前の声なんですかね、なんか。ちょっと待ってくださいね、イヤホン、あ、ちょっとごめんお母さん。そう、ほどいてもらいます。筋肉図、え、公演、あ、リハーサルのですか、なんだろう、あ、ありがとう。筋肉図はなってないです、大丈夫です。ありがとうございます。はい、 SK ですね。では座らせていただきます。結構そう、座らせていただく時も音がうるさいと思いますので、音量を下げていただいた方がいいと思います。はい、ありがとうございます。優しい。
しい。では行きますね。大変選曲大丈夫だよ。優しいです、ありがとうございます。大丈夫ですか？うるさかったですか、やっぱり。大丈夫ですか。はい、では曲を入れさせていただきます。ちょっと待ってください。待ってくださいね。あれ、あるかな。ちょっと待ってくださいね。こっかりいた方がいいかな。ちょっと待ってください。いや、今確認したのね。なんか電波が悪いですね、今。なんかすごい動いてます。混雑してるのかな。あ、来た、来ました。すいません、来ました。ありがとうございます。入りました。そしてちょっと音量を上げさせていただくんですけど、カチカチっていう音がうるさいかもしれないので、音量よかったら下げていただけると嬉しいです。では上げてみたいと思います。大丈夫ですかね。いきます。すいません、今日マックスでした。すいません。では今日も特に鼻の調子が悪くて下手かもですが、頑張ります。はい、どうしよう。あ、ちょっと待ってくださいね。ほっほっ、では好きな音量にしていただいていきたいと思います。やたら聞いてください。ではいきます、頑張ります。ガラスのかけらがきらめく、真冬の夜空の絨毯、あなたの星はあれでしょう、すぐに指させる、いくつの朝いくつの夜ずっと言えずに空を眺めていた、バズーカ砲みたいに好きですって言いたかったの、あなたの胸を打ち抜いてみせる、片思いなんてもう今日で終わりにする、角をた愛をたまに込めながら発車、切なさ抱えてきたのよ、この街見下ろす公園、あなたの家はどこでしょう、声も届かない、待っていてもダメだよって心の中の私が叫んでる、バズーカ砲みたいに大きな音と白煙、周りの人に気づかれてもいいよ、いつでもどこでも愛しさは持ち運べる、素直になって狙い
とどめたなはあしゃのようなハートも愛の玉は突き刺さるバズーカ砲みたいに好きですって言いたかったのあなたの胸を打ち抜いてみせる片思いなんてもう今日で終わりにする積もった愛をたまに込めながら発車はい、ありがとうございました。バズーカ砲発車でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、聞いてくださってありがとうございます。すいません、気づかれました。嬉しい、ありがとうございます。今日はちょっと歌いにくかったですが、すいません、ありがとうございます。うん、走るペンギン懐かしい。うん、はい、ありがとうございます。あの時にユニットでそうユニットをチームでやらせていただいた時、だいぶ昔ですね。はい、ありがとうございます。懐かしい。うん、ありがとうございます。久しぶりに。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、 あとそうなんですよ、まだそう、あ、そう、ミナルさんたちとですね、そうです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 、そう、ミナルさんと一緒に考えさせていただいて、ちゃんとアイアイさんですね、そう、4人でやらせていただきました。そうなんですよ、すごいたくさんいる。え、そう、ユニット大興奮です。はい、そう、あとですね、そうなんですよ、リクエスト曲なんですけど、ちょっとはい、じゃ、たくさんいただいて本当にありがとうございます。そう、結構その前からいただいてたりして、はい、ちょっとまだなかなか答えられてないのとかもあるので、ちょっとやり方とかもうちょっともう一回考えさせていただいて、はい、ちょっとすいませんが、ちゃんとお答えできるようにちょっとやり方ちょっと決めてまたお伝えさせていただきたいなと思ってますので、はい、すいませんが、またそれもお話しさせてください。すいませんが、お願いします。はい、リクエスト曲もありがとうございます。明日行きますね。うん、ありがとうございます、嬉しいです。うん、嬉しい。はい、ありがとうございます。はい、あとじゃないだ、間違えました、優しい皆さん、ありがとうございます。あ、いけない方もやっぱりね、いらっしゃると思うんですけど、配信でも、はい、その現地続編の格好させていただいたり、写真とか動画も SNS にたくさんできるだけアップさせていただこうと思ってますので、
ぜひチェックしてくださると嬉しいです。明日のショーロさんもお待ちしております。はい、では今日も発動させていただきたいと思いますはいありがとうございます。どうしよう今日は、どうしましょう、どうしましょうねどうしようかな。確かにマンゴーもそろそろですね。早くですね。あ、ありがとうございます。明日会いましょう。ありがとうございます。うん、めっちゃ嬉しい。私も嬉しいです、見ていただけて。パスカホありがとうございます。え、どうしようパスカホ。あ、難しい難しい。いや、そうですね、でもそろそろちょっと変わっちゃうのであれをさせていただきたいと思います。はい、あ、今から来てくださってもありがとうございます。今から発動させていただきます。では皆さん行きますね。うん、明日もありがとうございます。では行きます。よこにゃーよこにゃーよこにゃー、ビーム、わーからのきしめ見えましたか見えてたかな、手がにょにょってやってるんですけど難しいですあ、わーありがとうございます。そう、きしめは、そう、暑いなったらマンゴーに変わるんですよはい、なのでそのそろそろ変わる時期ですね。見えてました。あ、よかったです。食べたいですね。うんありがとうございます。1645人の方も嬉しいです。はい、では明日の、はい、現地トーク会も楽しんで来れない皆さんにも、はい、あの感謝の気持ちをお届けできるように愛を込めて頑張ります楽しみです。はい、明日のショールームさんもお待ちしております。皆さん今日もありがとうございました。明日もお待ちしております。明日の配信も少しずつ遅めになるかもです、すいませんがお願いします。ありがとうございました。シャチホコ、ゆっくり休んでくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。